ベンベンティルはガーナウェスター州セコンディタコラディ出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。15歳の時に NBA 選手を目指し、都米。デラウェア州ミドルタウンのセントアンドリュース高校に留学し、バスケットボール部とサッカー部に所属した。大学はプロビデンス大学に進学。1年生時の2014から15シーズンから早速、レギュラー適用され。 34試合中23試合でスタメンで出場。平均6.4得点に4.9リバウンドの成績を記録。2年目の2015から16シーズンはクリス・ダントのコンビでさらに数字を伸ばし NCWA トーナメントでも活躍。ビッグ・イースト・カンファレンスのファーストチームと最も成長した選手に贈られるミップ賞を受賞した。 ベンティルは2年生を終えた時点で2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。51位でボストンセルティックスから指名され、7月27日に3年契約を結んだものの、プレーシーズンマッチで結果を残せず、シーズン開幕前の10月21日に解雇。24日にインディアナペイサーズと契約し、即解雇後参加の D リーグチームにあたる。 フォートウェイ・マット・アンツに送られた。その後11月26日に CBA の新京フライングタイガースと契約。2017年2月24日にダラス・マーベリックスと10日間契約を結んだ。ありがとうございます。